住吉安宮跡伝承地大阪府大阪市の積森市定内の聖ンドの跡地。旧石伝承地点住吉安宮は南北朝時代の南朝の安宮の一つ。大阪府大阪市住吉区住之江に所在したとされ、安宮跡伝承地は国の史跡に指定されている。安宮とした天皇、安宮とされた機関は次の通り。大阪の住吉大社付近にあった南朝の安宮で、 小村上天皇の時に二度、長慶天皇の時に一度暗宮とされた。小村上天皇は、官能の上乱と、昌平一党で南朝方が、男山八幡に進出した、昌平七年二月二十八日から、うるう二月十五日までの間と、幕府側の内紛と、楠木正則の戦略で南朝方が一時的に優勢を得た。 昌平15年9月から昌平23年3月11日に崩御するまでの間に暗宮とした。次の長慶天皇は、住吉暗宮で即位した後、昌平23年12月24日に吉野へ選っている。具体的な場所について、文献では、小村上天皇は、住吉社官主の辻国夏の住吉殿を暗宮としたと見え、長慶天皇も同様と推測される。 住吉社官主屋であるつもりは、中世紀には、大覚寺島と強く結びついて活動しており、同地に暗宮が設けられたのも、その関係に由来する。伝承では、この住吉殿とは、現在の住吉大社の南方に位置する、聖院の跡地にあたるとされる。この聖院殿は、住吉大社の神印が納め置かれた建物といい、公平3年に、 つもり国旗がつもり市の邸宅内に創建したと伝わるが、建物は現存しない。明治元年に明治天皇が住吉大社に行行した際には、天皇は聖院殿にも立ち寄っている。つもり市の邸宅は明治14から15年頃に人手に渡ったが、大正5年と昭和8年に聖院殿跡地が当時の所有者から大阪府に寄付された。その後、 昭和13年6月に、西インドの跡地は大阪府指定史跡に指定され、昭和14年3月7日には国の史跡に指定された。ありがとうございます。